赤い悪魔、少女、まさかリーラを殺したのはロ。あ、つえ。神父様、なぜですか？神に使えるあなたがどうして悪魔をかばうんですか？言っただろう。彼女は悪魔でもあると同時に天使でもあるんだ。めっちゃ命中率低いな。中下手くそ。森へ逃げた。森へ逃げた。ファルを追い詰める。え？え？あ、え？クリッククリック。はいはい。射殺ポイント？マント狙いにくい足じゃね？あ、よ、はいはいはい、はいはい、頭しかないでしょ、こんな急所なんか。頭。知りすぎた。他にあるかな？前なんかカシャンってなって嫌だったんだよな。ね、あったよね。ね、なさそうかな。調べれんのはファルだけなのかな。この辺はなさそうかな。うーん、行くか。射殺開始になってるわ。怖っ。行くか。知りすぎたって。観音の滝は嫌いだよ。またあったな今。こんな雨の中どこまで逃げ切れると思っているのかな。はっはっはっ。おー、仕方ない。もう少し鬼ごっこを楽しみたいようだね。よし、今度こそ全部見つけるぞ。頭、狙いにくいが確実に仕留めるなら、うんうんうん、体力は削った。え、ありそうなんだけど。まだあるか。足元もう狙えないのかっていう感じかな。そうね。え、大丈夫？本当に大丈夫？ちょっと念入りに調べたよね。うん。あ、あったあったあった。オッケー。おお。よし。ロゼのようだ。なるほど。行くぜ。そうだよね。よ、まあリーラを殺した犯人だからね。うん。ファル、もう終わりにしよう。こっちも雨の中走り回って。こんなにも服が汚れてしまったんだ。あ、痛い痛い痛い。痛いね。なんて、いやでも下手すぎるな。こんなに打って死なないってあんのか。うん。めちゃくちゃ下手くそ。惜しい。あと少しで脳みそが弾け飛んだのに。ってかこれすごいな。ずっと走ってんな。うん、怪我してんのに。あ、いや、復讐心、彼にはそれしかない。深で追わせた、これで終わりだ。あ、だからファルいなかったんだ。あ、妹にリーラに会わせてあげよう。いつまで逃げる、どうせ死ぬのに。い、あった。よし、あった。この先は崖だ、そこに追い詰めよう。もうないかな。うん、よし、ファル、終わりだよ。チェックメイトだ。ファル、いい加減飽きたよ。うっ、エクセレント、大成功。そんな人殺しを素晴らしいことのように。さあ出ておいで、ファル。大丈夫、痛くしないように殺してあげるから。隠れるとこねえんだよ、うん、あ、あ、え、どうして。あの子は、ロゼは特別な子なんだ。リーラだったかな、君の妹の名前。よかったじゃないか、ファル。すぐにリーラとまた会えるよ。え、下は川。大した高さじゃないが、雨のせいで流れが早いな。まず助からないだろう。これで一つ邪魔が消えた。おお。なるほどね。なるほど。それでファル見なかったんだ。そうか、始末されちゃったんや。また死んだ。
内臓がなくなってる。もうこの教会に残ってるのも5人だけ。もう一人いるでしょ、あのファルって怪しい男も。もういないんだよ。ここには人殺しがいる。それなのにどうして何もしないんですか。人殺しね。どっから人殺しになるの。息をしなくなって動かなくなったら、それとも心を壊しちゃったら。知らないうちに私たちは人を殺してしまっているのかも。ずぶ意味深なことを言うね。ねえ、落ち着きなさい。二人とも、私たちは皆家族だ。犯人がわからない以上は身を守ること、家族を守ること、そして信じること。今できる限りのことをしよう。さあ、皆エリオットに別れよう。冷静だな。神父様以外はロゼがこんなことをしているとは気づいてないみたいね。まだわからないわ。神父様はロゼが孤児を殺していることを知っているのに、なぜ黙っているのかしら。なんだか嫌な予感がするわ。ロゼの様子を見とこうかしら。うん、聖堂でロゼと話すなー。まあね、ノワールからしても神父様の行動は意味不明だろうね。そうよね、あえて残す意味はないはずだけど、うん、その単純に自分殺してほしいだけでしょね。周りの子供たちを殺してるのに、それに対しての神父様はなんでこんな冷静なんだろうな。 あれなのかな、自分も食べる目的で殺してくれるだろうみたいな形になるのかな。あ、でもそれは望んだ形じゃないよね。そのもともと逆らわなかった子たちの中から反逆する者が現れて、うん、それで殺されたことにカーティス神父は喜びを感じたから、うんうんうん、それを目的とするのであれば、ね、うん、ルイスがそのロゼを生かし続ける理由にはならないよね。うん、うん、そこだけを見るなら。なんかもう真相心理がわからん。うん、ノワール剣士ご苦労様。医師としてエリオットを殺した者を特定できるかな。いいえ、そこまでは。そうか、なら犯人探しをする必要がないのはわかるね。それに君くらい賢い人なら罰しない理由もわかるはずだ。お互い犯人は誰か気づいてるだろっていうことを。うわ、腹の探り合いしてんな。うん、いいしてんだろうね。めっちゃ落ち込んでんじゃん、ロゼ。右上で。ここであれか、あげるよね、きっと。何あげるんだっけ？ああ、薬か。そう、アドレナリンだっけ？うん。ロゼ、大丈夫？神父様、犯人を探す気はないよね。どうしてだろう？全部知ってるからでしょうね。ロゼ。神父様には気をつけて。このままじゃ孤児全員消えるというのに全く気にしないみたい。そしてロゼ、あなたもここの孤児、あなたにもきっと何か仕掛けてくるわ。不安そうな顔。でも大丈夫よ、私が神父様の狙いが何なのか確かめるわ。ルイス神父の部屋に忍び込む。はいはいはい。今入って大丈夫なの？もう見えるでしょ。見えるだろうけど ね。忍び込むか。ルイス神父に気づかれないようにしないと。なるべく音を立てずに素早く済ませましょう。ピッキング、ちょっともうプロプロ。レッツピッキン。ダメだ。どこだ、どの辺だ。このこっちの方か、逆に。あ、逆もあるんじゃない、うん、あ、なるほど。あ、惜しいね。惜しいね。あれ、あ、違うな。反対でもないよね。この辺でやってみる。ああ、ダメだ。全然ダメよ。うん、だからある程度回るのは惜しいってことでしょ、多分。そうね。うん。あ、いたいたいた。オッケー。まっすぐ。あの中庭で聞いた悲鳴は地下からのもの。
風のところ調べるんじゃない？そうね。どこかに地下へ通じる道があるはず。行くでー。ここだろう。何かしらこの本棚。隙間風を感じるわ。おお。一発で当てんじゃん。すげえ。ビンゴね。お。いい言い回しする。言いそう。言いそう。この地下のどこかに消えた孤児が悲鳴を上げてたくらいだから生きてるはず。消えた孤児を探す。まあ、ノワールならピッキングで開けられそうだよな。うん。ね。この部屋の上がちょうど中庭かしら。ならこの先に。あ、来た来た来た。まず回してみようか。あ、ダメだ。この辺かな。全然ダメだね。惜しい。惜しいね。来ました。おお。プロじゃん。天才的になってきた。これは。あ、右であれか、拷問してたんだ、カーティス。あ、生きている。でも脈が弱いわね。首に注射の後、薬で無理やり眠らされてるみたい。うん。これ、そうだよね、確かね。ちょっと、もうどっちがやったか、うん。だったかなって。ごめん、なさい。もうやめ。大丈夫よ。ルイス神父は今はいないの。ここで何があったか聞かせてもらえる？ダメね。薬で意識が混濁してるみたい。呼吸も浅い。このままじゃあまり持たないわね。消えて。ん？もう、痛いの。いや、助けて。うわぁ。あ、売ってるところある。首とかさ。ほんとだ。ちょっと赤くない？ほんとだ。これ全部打った後とか殴られた後とかってことかな。そうだよね。ああ。お願い。さすがに蚊に刺された後ではないでしょ。蚊に刺されでこんなに赤く腫れ上がるのもかわいそうだけどな。かわいそうに。ここで何ヶ月もルイス神父にいたぶられ続けたのね。もう大丈夫よ。あなたを助けるわ。あ、おしまいにすんの？え？あ、気分が楽になっていくわ。少しずつ心地よくなって眠くなる。え？そしたら抗わないで眠っていいの。そしたらもう苦しみはないわ。これは終わらせてあげる。殺した。安らかに眠りなさい。おーい、あなたが生きた証を、せめて私だけでも覚えているわ。苦しんでる人を助ける。それが私のレイゾンデイト。はぁ、はぁ、かっこいい。存在理由って意味だったんだ。ほい、もう少しだけこの地下内を調べるとしましょうか。まさかノワールがタイトルを回収するとはな。はぁ、それが私のレイゾンデイト。おぉ。まだ暖かいけど脈はないみたい。間に合わなくてごめんなさい。そっか、この子はもう死んじゃったのか。間に合っててもやるだろうけどね。うーん、これ以上ルイス神父の好きにさせることはできないわね。ロゼさえ守れればと思ってたけど、まさかこんなにひどいなんて。そうだね。もうそうだにしないと、うん、おお、開いた。え、ひどい匂いね。光ってる。なんかキラキラしてるよ。ね。ここ、見つけたフィルムにも映っていた場所ね。ということは、レイス神父自身も、ここで父であるカーティス神父に虐待を受けていた。うん、一体ここで何人の子供たちが犠牲になったのかしら。だって何人も消えていくからおかしくなってた。なんだ、おかしいなってことに気づいた子がこういう風になったわけだもんね。うん、はあ、それでも犯人を突き止めたりしようとしない消える子たちがいるのに、で、あの青い髪の子が髪残して去ってったんだもんね、うん、そうなんだよね。あとはない？
変わったものはないと。うわ、拷問器具。これ地下を調べるだもんな。他のところとか調べるってことかな。そういうことか。それ何なの。なんなんだろうね。建物は珍しいわけじゃないけど、うん、あ、ここか。あ、キラキラ光ってるわ。ここの壁だけコンクリートが綺麗ね。新しく作られた壁みたい。もしかしてここは最初に来た時のあれだよね。だよね。うん。お邪魔します。丁寧だな。丁寧だな。不法侵入なのにちゃんと挨拶するんだ。うん。あ、もともと壁あったんだ。うんうんうん。あの時の壁の先がここに。なのだとしたら、孤児たちが逃げないように壁を作った。物理的にやっぱこう出れないようにしてたんだな。うん。あとはここぐらいか。あ、そっちも一応道あるんだっけ。一応これがあれか。ああ裏側に繋がってるんだ。そうだそうだ。隙間からだけど、この先は客室のようね。この地下通路は何のためにあるのかしら。今でこそ殺人の現場に使われてるけど、もともとは修道院を改装した建物、避難経路、避難場所に使われていたのかもしれないわ。うんうんうん。うん、だろうとは思うよね。ねえ。え、あと、どっかあるの？これぐらいかな？ねえ。あ？もうなさそうだけどね。そうね。戻る？あーるんだな。あるんだ。え？どこだ？どっか調べてない場所あったかな。ちょっともう一回入ってみる。他調べてない場所。うん。光っ、ん、なんだこれ。光ってんのかな？光ってる場所もうないよね、でも。うん。やばい、暗すぎて。あ、あそこ下。あ、あ、こんなとこあったんか。水の音、湿った空気。この先に中庭に通じる道があるよね。あ、そっか、中庭からこう来たんだ。そうかそうか。そうだそうだ。でもこちら側から行けないみたい。いっそロゼに地下を見せて警戒させた方がいいのかしら。地下こんなところかしら。ルイス神父が戻る前に一旦地下から出ないと。これ鉢合わせしたらマジで恐ろしいよな。あの地下室の新しい壁、他の壁とは違って薄いみたいね。子供の力じゃどうにもならな、どうにもならないけど、私なら壊すことも難しくないはず。もしロゼが捕まったら、あそこの壁から、まあ、助けることはできるのか。うんうんうん。足音？夜中に誰かしら。あ、これで誰かに見られてる気がするになるのかな。はい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 、うん、ベティ、こんな夜中に何してるのかしら。なんか待ち合わせしてるんだったよね。ね、なんか中庭の姫聞きに行こうよみたいな。人目を気にしてたわね。何をする気かしら。ベティの動きを探る。どっから追いかけるんだ。あ、いや、バレるだろうが。いや、バレるって、音で。何かを探してる。見つからないようにしといた方がいいわね。え？隠れて様子を見よう。こういうのめっちゃ下手なんだよな。ちょ、先に、セブセブセブ。そうだね。見つからないように？帰ってくるとかもあるからね。うん。右行った方がいいんじゃない？やばい。どう来るどう来るどう来る？足音ってバレそうだけどな、普通に。ね。おおおお。なんか探してる。来るな。どこ来るんだ？
見えない。あ、オッケーなのか。これがジェフ、これがキャロル、これが私、これがグレッグかしら。ってことはこれがロゼね。あれだ、新聞のまとめみたいなのあったよね。ああ、の事件みたいな新聞記事みたいな。はい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 。はあ、何を見てるのかしら。ここからじゃよくわからないけど、新聞記事のスクラップ。やっぱりロゼも、というかこの記事からだと、最後にロゼと遊ぶのも楽しそうね。なんだ、次死ぬのは私みたいな風に思ったのかな。死ぬのは私。あ、逆に殺そうとしてたんかな。どうだ、なんか落としたけどね。これか。お、ベティの部屋の鍵みたいね。そうだ、探しに行ったわ。嘘。そう、なんかベティが部屋に戻るときに、嘘、なんか穴開いてる、落としちゃったみたいな。ああ、あった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 、うんうん、これは使えるかもしれないわね。ベティの部屋の鍵、他に見落としてる点。あー、新聞記事のスクラップ。一体何を見て。あー、あらまあ、これだね。うん、これ、ん、どういう順番だった、さっき言ったのって。これがジェフ、これが、あ、でも関係ないか。ジェフ、ベティ、私、グレッグって言ってたよ。そうか。え、ど、まあ、これがグレッグ。え、ま、もう、わどれがロゼ？あ、これか。うん。夫婦の変死体、シリアルキラーの誕生か。住宅街から夫婦の変死体が発見された。妻は人形のように固まり、夫の体は引き裂かれ内臓がなかった。また少し前に夫と似たような遺体が海岸で発見されている。この事件を境に同じように殺害される事件が多発しており、警察は同一犯でありシリアルキラーとみて捜査している。変死を遂げた夫婦には子供がいるとされているが、行方は分かっていない。子供の捜索を続けているが、情報が少なく捜査は難航している。町ではこのシリアルキラーに赤い悪魔と呼び名をつけ恐怖で包まれている。捜査官は子供の情報とシリアルキラーに関する情報提供を呼びかけている。あ、やっぱお父さんのことも殺して内臓を食べて、おそらくやっぱ海に、ね、海にあった死体はそのファルの妹だと思ってんだけどな、私は。うん、はぁ、海岸で発見されてる、うん、これロゼの記事ね。ベティの話からすると、ここに載っている記事は全員ここにいる孤児の過去。うん、あ、とある証拠記事から、うん、おそらく女性と男性を殺したのは子供。これはベッティ？ベッティ。ん？あれ、でも3番目じゃなかった？これは私って言ってたのは多分3番目だから。そうだよね。でもこれ1番目だったよね。ジェフじゃない？ジェフが召喚で。あ、でもやんないか、さすがに。うん、だって、え？この教会に来た時にすぐに分かった。レイス神父、孤児たちの独特な空気、私と同じ空気。ノワールも人殺しってことが。ここにいる孤児は全員人を殺したことがあって、レイス神父は人を殺したことのある子供を集めてる、うん、やっぱりだからジェフもやってんだよ。そっか。とりあえずロゼの記事は抜き取っときましょう。だからなかったんだ。なるほどね。レイス神父は一体何を考えて、子供たち、そんな子供たちをいえ、今はベティを何とかしないと今日やばいな、ちょっと。
きっとベティはロゼに全てを打ち明けようとしている。それは自分が最後にロゼを、最後にロゼで楽しむため。ロゼで楽しむって、は？ロゼはダメ。あの子はとても純粋で美しい子なの。ベティには汚させない。なんか、そう、でもベティちゃんからセクシーな雰囲気があったと思うから、私勝手にあの記事ベティちゃんだと思ってたんだけどな。多分順番は合ってたよね。ベティが呟いた順番で合ってるはず。うん。今ロゼを守ることが優先ね。よくよく考えたら、地下の子を生かせてしまったのは間違いかもしれないわ。拷問する子がいなくなったら、きっとレイス神父は補充する。ロゼが危ないかもしれない。ああ。ロゼを見張る。こっちかな？鍵が開いてるわ。いつも鍵がかかってるのに。なんだか変ね。中庭には近づかないでおきましょう。ああ、そうなんだ。行かなくなっちゃうんだ。じゃあ部屋に行けばいいのかな？かな？もうロゼ、でも中庭行ってると思うんだけどな。あれ？ねえ、行ってそうよね。ああ！これで一緒に向かうんだ。なるほど、なるほど。鍵探しに行くんだっけ？あれ？二人でどこに行くのかしら？今から中庭を見に行くのもそうだけど。うん。あ、やっぱ中庭今から行くんだよ、きっと。うん。ベティ、どうしたの？いえ、なんでもないわ。は？不思議な子ね。セーフね。いや、結構バレそうだったけどな。うん。普通にバレていてもおかしくないけどな、図書室で。ね。中庭で何してるのかしら。確か、中庭には、地下への道が隠されている。レイス神父のことだから、地下の孤児が死んでることには気づいてるはず。ならもう代わりの孤児を探してる。いっそ、ロゼは地下に行った方が見つからないんじゃないかしら。ごめんね、ロゼ。この方が安全なの。あ、だから鍵かけたんや。きっと客室から出てくるわ。さて、じゃあこれを。あ、はいはい。ああ、客室に置くってこと？はい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 。ここに堂々と置いとけば誰かが見つけるでしょう。そして部屋の鍵がないベティは探さず。そっか、グレッグが見つけてたんだっけか。その時に。うん。その時に？その時に？毒薬を調合。毒薬を調合する、うん。ちゃんとしっかり置いてんな。毒薬、あ、ベティ。ベティ、そうだよね。あれ、毒薬ってどこで調合するの？あ、光ってる、机。あ、よいしょ。そっかそっかそっか。はいはい。ベティの身長、体重、年齢からこのくらいの量がいいわね。なんか安楽死させるとかの意思なのかな、ノワールは。かな、薬作れるんだろうね。ね、完成。うわぁ。それを売ったんだ。なるほど。これを刺して終わり。すぐに効果は出ないからそこまで疑われないはず。気づいた頃にはもう遅い。いつ刺すんだ？そうよね。うん。あとこれは人気のないところで、この時間だと西側廊下あたりがいいかもしれないわ。そこにベティが来てくれるといいのだけど、もし来なかったら直接会いに行けばいいわ。ベティに毒薬を刺す。重要ミッションじゃん。そんなことやっちゃってたんだ。セーブしとこう。あー、西側廊下？西側廊下、あ、そっか。あれ？行く理由あるか？鍵探しになんかさ、分かれるよね。あ、てか、ここか？ああ！はい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 。なんか見たって言ってたよね。言ってた気がする？
当てにならない、自分の記憶。ダメだね。全部初めてな感じでいこう。そうだ。うん。うん。誰もいないわ。刺すのはバスルームがいいわね。曖昧な記憶で考察しても意味がないからな。うん。それでいこう。なんだなんだって。なんか起きることに言わなきゃもう、うん。一体何が起きているんだ。痛みが引かない。先生、もっと薬を増やせないのかい？これ結構年いってる人なんか？どうなんだろうね。あ、かわいい。これ以上増やしてしまうと危ないのよ。それでも、この痛みがなくなるなら、ダメかな、先生。この病人は持ったあと2週間。その間痛みは続き激しくなり、苦しみながら亡くなる。先生、もういいんだ。最後くらい、安らかに眠りたいんだ。そうね。あなたを助けるのが主治医である私の役目。あなたが望むなら。患者たちは安楽死を求め、私はそれに応えた。死を与えるだけの存在。時折、虚しさを感じながら自分に言い聞かせる、それが私のレイゾンデイトって。私は助けている、苦しみから。でも私が苦しんだ時は誰が私を救ってくれるのかしら。初めてロゼを見た時、命の輪を感じた。食べられたものはロゼの血と肉となり、ロゼは生きていく。うんうん。ロゼに心を奪われ、思った。この子が私を救ってくれるんじゃないかと。なんか、似通った思考してるよね。そうだね。ちょっと何なのよ。あなた、私のことを怪しんでるみたいじゃない。だから少し二人で話がしたくてね。だからってこんなことしなくてもいいじゃない。そうね、ちょっと手荒だったかしら、ごめんなさい。でも分かってもらえたかしら。もし私がジェフやキャロル、エリオットを殺した犯人なら、もうあなたは死んでるわ。だから私じゃない。ただ誤解を解きたかったの。確かにそうね。でも今のはひどいわ。何か首にチクッと感じたし。安心して、毒薬よ。きっと私の爪が刺さってしまったわね。大丈夫？もういいわ。ところで、私の部屋の鍵を見なかった？さあ、見てないわね。多分右の廊下に落ちてるんじゃないかしら。うん。ってことは、落としたのは東側廊下の方ね。探しましょうか？いえ、そっち側ならロゼがもう見つけてるかも。もう私戻るわ。はあ、結構強引に刺すんだな。これでもう邪魔者はルイス神父だけ。やっちゃいましょう。やっちゃいましょう、気軽に。あ、なんか、デイ5が、ちょっとザザってなってた、ね、そうだね。さてと、もう結構日か。そうなるね。だってもう次の日でこれで、うん、ベティ死んでるから、うん、でグレックはもう多分これから箱詰めになるんじゃないか。なってたね、なんか出前みたいな。連れてこられてる。わかっているよ。昨日ロゼを見捨てて逃げていればこんなことにはならなかったね。何？いや、ちょっとなんか面白くなっちゃった。ごめん。後悔と恐怖、怒り。ああ、わかるよ、その気持ち。君は素質があったはずなのに。何がいけなかったんだろう。過去ばかり見るのは良くないね。グレッグ、君にはもう出番がないみたいだ。この意味が、わかるよね。これをご覧。
これを頭蓋の根元に刺すと体が麻痺して動けなくなる。でも意識はしっかりあるよ。痛そう。痛そう。しかもちょっと錆びてるじゃん。それから君の関節を外す。ここであの箱の、この箱の登場だ。手足を折り曲げ、この小さな箱にしまうんだ。エスパイトみたいなことすんなよ。物理的にだからな。ちょっと。やば。大丈夫。しまわれてる間はちゃんと意識があるから。ロゼが君を見つけてくれるといいね。意識あんのが嫌でしょ。嫌だ。その時までにグレッグ、君の意識があるかどうかは謎だけど、神は安らぎを与えるのか、それとも絶望か。シュレディンガーのグレッグじゃん。この中のグレッグは中を見るまで生きてるか分かんないからね。そうだよね。もしかしたらロゼちゃんが発見した時生きてたかもしれないってことでしょ。だよね。やばっ。出前じゃん。出前だ。中華の出前になりました。そんな出前感頼んでないです。なんだかすっきりしたな。この教会にいるのもあとロゼだけ。お、ずいぶんとご機嫌ですね、神父様。私の存在はお忘れですか？ああ、そうだった。そうだったね。君も伸びたい気分だろう。遠慮せずに受け取っておくれ。そうね。ここの孤児たちには未来がなかったんだ。生きるためには、この世界は厳しすぎる。だから、ここで未来を見つけて欲しかった。私ができなかったことをして欲しかったんだ。孤児たちはみんな死んだわ、ロゼや。私、あなたの手で。ああ。やっぱりベティは君だったんだね。そう。みんな死んでしまった。私の母親は、私を産んだ時に死んだ。父は母を愛していた。やっぱそうだったんだ。そういうことだね。だから父にとって私は忌まわしい存在。そんな存在を苦しめるためなのか、この教会は父が準備した。あなたは拷問され、また拷問を強要された。自分を分かってほしかったのか、自分と同じ闇に引き込みたかったのか、それとも止めて欲しかったのか。父が何を思っていたかはもう聞けない。そうね、あなたが殺してしまったもの。そして今分かったわ。あなたは自分を殺してくれる存在を探しているのね。あー、やっぱそうなんだな。死にたがりだったんだ。だからこの教会に集まった子たちは、手を血で染めた子ばかり。誰が無意味な死を望む？誰だって思うだろう、意味のある死を。意味のある死をロゼが与えてくれると？そう願うよ。お。その点では同意するわ。あなたの気持ち、わかるわ。あら。ヒューこれ毒移されてるでしょ。ああ、その可能性ありそう。あ、分かってもらえて嬉しいよ。でも君に殺されても興奮しないし、望んだ結末じゃないな。やり手だな。やり手だ。ナイフ。俺こんなんされたらすぐ殺されてた。気づかないうちに刺されてそう。あれ？つって死んでる。うん。なんか体熱いぞ。最後に話ができてよかったよ。さよならだ。まあでもこの時には血、あれだね、毒を仕込まれてんだろうね。あとはロゼに任せるしかなさそうね。
でもコンクリート自分なら壊せるって言ってたもんね、うん、だからあれか、まあ、普通に堂々と入り口から入ってきたんか。うん、でもうまくいってよかったわ。もう少し時間を取られてたら自分の毒で死ぬところだったもの。ああ解毒剤、これでよしっと。キスの効き目はどのくらいで出るかしら。口紅に塗っておいた毒が効くまでまで少し時間がありそうね。ああ、ここから出る方法を探さないと。すごい、ハニートラップで人を殺すんだ。しますします。こーば、気をつけよう。女性には気をつけなきゃいけない。そうだぞ。なんか色 あれか、水がなくなってんのか。これコンクリートのとこでいいのかな。じゃね、脱出できる可能性があるならやっぱりこっかしら。でも素手ではさすがに壊せないわ。なるほど、探そう。ああ、拷問器具とか。ああ。なんか使えんのかな、利用できそうなもの。ああ、違う、臭い。あ、出口。じゃあ、あっちかな、その下？下は？もう開けてんじゃない？開いてる？ロゼが。あ、開いてないんだ。開かない。なんか道具がいるのかな？か、もう客室の方か、だね。ああ、なるほど。さすがに閉じてんのかな、うん、ああ。階段塞いでるみたい。神父に道塞がれてんな。うん、なんかあんのか？この匂いは油？水に油が混じってる。なんだか嫌な予感がするわ。ああ。燃えてたもんね、最後。そうだね。あれ、じゃあどうすんだ？どこから行くんだ？ん？ここはまあ無理だし。うん。あ、出口探したわ。あ、オッケー、一通り見たんだ、うんうんうん、あまり時間がないみたいね。どうすんだ。うん、一回拷問器具とかで、そう、壊せそうなもの。なるほどね。よしよしよし、やばい、どこに行くんだ。これ時間制限ありそう。あるー、あるねー。3分プレッシャーに弱いんです。3分あったらね、うん、いけるよ。あ、急いで開けないと。どあれ、急げ急げ。この辺だったっけ。急げ急げ。この辺だったっけ。多分毎回変わるんじゃない。そうか、毎回変わると思うけどね。はい、あー惜しい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 。この辺、はい、完璧。でで何が使えるんだ、この辺。あ、なんか光ってるよ。光ってる。上、ハンマー、ハンマーみたいなのある。わー、あ、木炭。木炭で何に使うの。ね、もう一個ね、棚の上にあった。あ、ほんとだ、ちょっと待って。おー、ちょちょちょ、これこれこれ、うん。ハンマーと、あとね、うん、右側の、うん、あ、こう瓶。医薬品。右側？はいはい、硫黄。硫黄。で、いろんなもん使えんね。ね、あの、炎のやつも使えるし。これもか。松明。あとは？下の藁。藁？あー、光ってる。うん。はいはいはい、硝酸カリウム、はいはいはい、あとはある。で、机、机机にね、1個ある。本当だ。あ、ここでやるのか。あ、爆薬作るのかな。はいはいはい、火薬だ、火薬。強すぎ。いや、でもこの間も時間使うんだ。時間経ってんだね。はいはいはい、完成。黒色火薬、で、はいはいはい、はい、で、ハンマーで、はい、火つけて、うん、勢いで壊すのかな。すごい。あ、時間なくなった。すごい。仕上げよう。仕上げよう。強すぎ。無事成功ね。早くロゼを助けに行かないと。すごいな、ノワール。よくあの一瞬で火薬作れたな。ね、これで、ノワール、ロゼ、迎えに来たわ。ノワール、驚かないの？私はずっとロゼを見てきたから。それよりも、ルイス神父はどう？変な味がする。ふふふ。これを飲みなさい。薬？何の？
大丈夫よ、ただの解毒剤だから。さあ行きましょう、マッシュリ。そっか、毒で侵されてる内臓食ってるから。あー、なるほどね、うんうん、解毒剤いるんだ。おお。終わると分かっていてもずっと一緒にいるわ。近い将来あなたは病で苦しむ。その時が来たら助けられるのは私しかいない。それが私のレイゾンデートなのだから。そう。終わった。終わったね。それが私のレイゾンデート。それが私のレイゾンデート。多分そのあれなんじゃない、病気で苦しむ最後にそのノアルも言ってたじゃん、じゃあ私が苦しい時は誰が助けてくれるのみたいなさ、うんうんうん、それがロゼかもしれないって言ってたのは、まあ、その自分のこともいつか食べてくれるんじゃないかなって、ロゼのために自分が死ぬみたいな、あーもう何だってできるよ、望んでる、うん、望んでるんじゃないのかな、うん、だからそのルイス神父には同意できるわみたいな、うんうん、そこには同感よみたいなこと言えたんじゃないのかな。そうね、もうルイス神父もそのノワールもどっちもそのロゼちゃんに対してのなんか歪んだ愛みたいなのがすごかったもんな。うん、どっちも殺してほしかったんだろうね、うん、助けられた。そこの共通点は、うん、あると思うわ。うわ、外って綺麗だな。こんな綺麗な場所あったか。ここも綺麗じゃなくなるんじゃないかな。どうするんだろうね。人食べたくなったら。人。次誰食べさせるんだろう。またさらうのかな、これはノワールが。ノワールが多分用意するんじゃないかなと思うけど。ね、やっぱり若い肉の方がいいでしょ。うん。一緒に住むことになるんだね。めっちゃ美味しそうに食べてる。うっすらと。あれ？どうした？ああ、雪が降って。寒いのかな？腹抱えて笑ってんのかな？どっちかな？あ、寒いのかな？一人で笑ってる変な子になっちゃうからな。いや、いいよ。元から人食ってるおかしな子だから大丈夫。なんだろう？何持ってきたんだ？ご飯。あ、はいはいはい。臓物ね。うんうんうん。医者だからさ、病院みたいなところで。そっか。うん、もらってるんじゃない、うんうん、お腹空いてそうだ。そろそろ限界なのかな。うん、あー、ドールズが進行してる可能性が、うん、あるよね。うん、誰が来たんだ。あ、生きてた。生きてたか。あら、ファルだったかしら。教会で会ったわよね、1年くらい前に。よくここが分かったわね。苦労した、でも探し続けた。で、あいつは。あ、銃つけてる。病気の進行が急に早まったの。もうこの子は食べることも歩くこともできない。あ、ノアール、どうしたの。ロゼ、何か必要？ううん、ノアールがいてくれれば何もいらない。そうじゃなくて、その人誰？覚えてないのね。なぜ？そろそろ眠くなってくるはず。そしたらきっといい夢が見られるわ。あなたが打たなくてもこの子は天
この点滴には薬が入ってる。永遠の眠りにつく薬がね。できればこのまま安らかに行かせてほしいわ。そいつは妹のリーラを食ったんだ。妹は苦しかったはず。なのにそいつが死ぬときは安らかにだって。教会で殺すべきだったけど、あの時は記憶が曖昧なせいでチャンスを逃した。あの神父が邪魔さえしなければ、僕は。そうね。ずっと妹の復讐のためだけに動いていたあなたには納得できない選択よね。許してあげて。なんて言わないわ。でもこの選択は、あなたの未来を二つに分ける。慎重に考えて。そっか、人殺しになるかならないかってことだよね。ええ。え？エンド2アダルツストーリー To be continued? あった？あれ？ちょっと待ってよ。ニューゲームから完結編が解放されました。まだ続くのか。すごいな。え、おお。はあ。ザ・ラスト・ストーリー、やば。はあ。ファルが川に流されてからってことかな。だよね、うん。あ、こういう風にエンディングが、エンディング5つですよね。うん。これは、完結編で、え？ 3 つエンディングあんのかな？かな？だって、エンド2だったもんね、これ。うん。その前が多分エンド1でしょ？これエンド1だね。うん。チルドレンズストーリー、うん、アダルトストーリーだから、はあ、3,4,5 を完結編で見れるのかかな。だよね。そっか、3、だからエンディング、そのなんだろう、2つに分けるわの、まあ、エンド 3,4 プラス、うん、トゥルーとかさ、なんかそういう形なんじゃないのかな。あー、あれかもよ。あの全部、うん、あのなんだっけ、これ集めたらじゃない。さあ、集め切ってないんだよね、うん、あ、しかもフィルムも、フィルムもあるんだ。ちょっと待って、なんだこの、すごいぞこのゲーム、やり込みがすごい。あ、じゃあちょっと、じゃあこのフィルムの方は集めといてもらおうかな。あー、わかったわ。一旦とりあえず今回これで終わって、なるほどね、うん、そうだね、うん、次回からじゃあちょっと完結編やっていきましょうか、ゆずきさん。やっていきましょうか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう深くのゲーム、やば、おもろ。